写真拡大。全3枚。パリーグ、オリックス3対7、西武、24回戦、西武16勝8敗。5日、ホット神戸、西武は5日、オリックス24回戦、ホット神戸に7対3で勝利し、今季5度目の3連戦3連勝を飾った。ドラフト1位、松本剛、渡る投手、22、日体大が6回2失点で6勝目を挙げた。今夏の甲子園で4強入りした母校、明石商工ナインが見守る中で、自己最多の9奪三振をマーク。1ゲーム差で追いかける首位、ソフトバンクの優勝マジック点灯を、またも阻止した。勝利の味は格別だった。松本剛は教え子たちの熱い眼差しを一身に受けながら、ほっともっとフィールド神戸で躍動した。球数が多かったけれど、最少失点で粘れた。しっかり勝ちにつながる投球ができました。兵庫北部の朝来市、朝来市出身。地元での凱旋登板に燃えていた。2回、走に同点ソロを被弾。6回にも1点を失い、なお、一死二塁のピンチを迎えたが、走は143キロの外角直球、杉本は144キロの内角直球で、共に見逃し三振。指にかかった時の球は良かったと胸を張った。恩師の姿に発奮した。登板2日前、みんなで見に行くぞ。と母校の明石商工、狭間監督から電話が入った。今夏の甲子園で初の4強入りし、派手なアクションで人気者となった師匠に、いいピッチングをしないとあかんやろとプレッシャーをかけられた。三塁側スタンドには野球部員107人分の席を準備。6回7安打2失点の白星で期待に応え、声援は聞こえなかったけど、みんな丸刈りなので、どこにいるかわかりましたと笑った。自身は甲子園に手が届かなかった。日体大時代の昨秋は約3週間、教育実習生として保健体育の授業を受け持ちながら、野球部も指導した。春夏連続出場で大いに聖地を沸かせた後輩たちの活躍は刺激になった。今日は練習を休みにさせてあげられてよかったと教え子たちに勇気と休息を与えることができた。負けたくないと思っているので、ここからまた頑張りたいと松本剛。パシンジンではトップで、DeNA 上茶谷に並ぶ6勝目をつかんだ。首位ソフトバンクとの1ゲーム差もキープし、逆転V への望みをつないだ。花里優太。ソフトバンクとのデッドヒートに西武辻監督、ホークスが勝った？そりゃ、そうやろ。去年と一緒。負けられない。12球団トップの70試合登板に到達した西武以来、まだ続くので達成感はない。1回1失点にコントロールできない球種を修正して、また頑張りたい。狭間監督は辛口、70点。スタンドから見つめた明石商工、狭間監督は、ちょっとキレがなかったね。70点ぐらいかなと辛口。一方で、当時から意識が高かった。プロ1年目で6勝目。上等だと思いますと今季の活躍を称えた。2年生エースとして甲子園大会で注目された中森は、その日の調子によっていい球を投げている。2019年ドラフト1位で西武入団。今季成績は13試合に登板し、6勝3敗、防御率 4.70、5日現在。176センチ、84キロ。右投げ右打ち、独身、年俸1500万円。背番号17。参考になります。15日に初戦を迎える秋季兵庫大会に向け、先輩の投球に刺激を受けた様子だった。松本、剛、松本渡、1996。平成8年11月28日生まれ、22歳。兵庫県出身。明石商工では1年夏からベンチ入りも、甲子園出場なし。日体大では1年春からリーグ戦に登板。
首都大学リーグでは東海大関の現巨人以来となる通算30勝300奪三振を達成。